もう皆さんご存知だと思いますけども、矢部氏の口から、はい、リスナーの皆さんにご報告がございます。無事に、男の子が誕生いたしました。いいよ、おめでとうございます。ありがとう。いい薬です。薬の話はしてないですけどもね。いやー、やりましたね。やりましたね。本当無事でよかったですね。今日も下に報道陣の方がわーっとまたおられましてね、ちょっとこう大谷氏が、いや結構な数おられるんでって言ってスルッと行こうと思ったんですけども、おめでとうございます、矢部さん、おめでとうございます、矢部さん、おめでとうございますって言われるのはいいんですよ、うん、ありがとうございますって言うんですけど、今日いいとも出てたら、いいとものお客さんがなんて言うんだろう、子供おめでとうございますって声かけてくれたちょっとすっ飛ばしすぎやな、まあ、僕じゃないけどねって言うて、なんかお茶濁したんですけど、みんなこう、うん、とっさにどう声かけてか分かるようになるんですよね。あ、なるほどね。下でどうですかって言って、見られたんですか、でも見てないんですけどつって、うん、岡村さんどうなんですかってまたこう、圧で、圧力でかけてくるから岡村さんどうなんですか、誰がまた人おったら紹介しますか、はははは言って、まあまあそこやわね。でもそこしかないですからね、対比したいから。そうですね。でもね、思いのほかジャンボベイビーで、ビッグベイビーというか、おっきい言われててんけどね、お腹の中おる時から。3438は今はおっきいよね。これはなかなか、だからちょうど収録ね、めちゃイケの収録やって、うん、で、まあ一旦戻ってきて、まあ、ギリギリまでちょっと待ちましょうかみたいな、矢部さんがもう生まれるかもわからないんで、ああそうか、ほんならまた待とう言うて、言ってたんですけど、結局ちょっと まだかかるみたいなんでって言って、あ、ほんならもう収録さっきすんねやと思って、うん、で周り出したら電話かかってきてね、そう、わ、本番中にちょうど嘘みたいにちょっと外形撮ってて、ふわーって我々の方にカメラがパーって向いた瞬間に、うん、携帯だったってなって、うん、嘘みたいなタイミングでね、そう、携帯が鳴って、これ電話してくの お母さんかなって思ってたんですよね。付き添ってた時は俺と向こうの、そう、俺と嫁のお母さんがおって、うん、じゃあお母さんお願いしますって言って俺仕事出て、うん、もちろんお母さんと思うやん、そのね、連絡の、うん、嫁やって電話してきた。すごいよね。出してすぐ電話してきて、大丈夫ってなって、それぐらいその女性の方ってやっぱ強いというかね、その生命の誕生で、そのいろんなもんがもう OK になって、うん、なんでしょうね、あれは。ちょっとまあ実際出てくるとこはね、見れなかったんですけど、出てくる手前まで見れたんで、うん、あれちょっと鼻からスイカどころじゃないなって思いましたよ。これでも、それはでもあれでしょ、途中までは立ち会ってたから、途中がで、だからね、助産師さんは髪の毛は見えてますって何回も言って、それがもうすごいよね、すごい。で俺は嫁の横におるから、ちょっとやっぱ下半身覆われてるからこう、うんうんうん、だから髪の毛見えてるってなったら、もう経験ないからもう出てくると思ってまうの。そうやろな、もう、うん、だってこの毛が出てんねんもんね、うん、でもそっから結果100分、毛出てからっていうのもおかしい、はい、頭がちょっと出始めてから100分、うん、そう、たまらんで、それも嫁が力んだ時に毛が見えるぐらいから、力んでない時はもうまたスッと引っ込むわけよ。すげえなと思って。すごいよ、想像してみてくださいよ、もう1年に1回ぐらい、いやこれ肛門から出へんでカチカチのうんこ出る時あるじゃないですか。あんなもんやない状態が、あんなもんやないな、もうあんな時でも僕ら言いますやん、便所でごめんなさいって、ごめんなさい、これでお願いします、出したいんですけどってお願いしますやんか。そんなんが100分続くって、う
誰の息子がうんこやねん。ちゃうで。俺らよく考えたら。いや、俺らでも、じゃ特に男性なんかでも、うん、この、その、これもう無理やわっていう時あるやん。まあにな。もうそんなんが女性の場合、100分続いて産むわけですからね。まあ、もうすごいよ、ね、もっとかかる人も。もういるからね。おるしね。難産になってきたら。そうそうそう。すごいよ、そやけど。いやー、もうほんま。あ、もう経験したことないわ。あれすごいわ。いや、なんかもうよう言いますもんね、その旦那さんはどうしてあげたらいいかわからんようになるって言って、うん、あの状態になったら、うん、何にもでけへんよ。そやろな、何にもでけへん。あのアイコンタクトでプッて目見られて、俺は水を差し出してた。あ、アイコンタクトや、もうそれは、うん、それは水が欲しいっていうアイコンタクトなの？そうそうそう。それともなんか、いてくれてんのかなっていうんじゃなくて、水が欲しいっていう。いてくれてる安心感はあったみたいやけど、言うてくれたけど、目見られたら、水やったみたい。それは正解やったみたい。それの間って手握ってんの？一応。俺握ってた。うわ。ほんでもう、腎臓始まったら、うわーってこう握んの？もう、爪の後ですよ、僕。うわ。ね。はぁ。もうすごい。だからその力の入れ具合を感じたら、もうだから何もできないんですよ。もう何もできないんですよ。もうほんま、あれや、うん。もう今まで握られたことないぐらいの握力で。ないな。うん。あとまあ、こう、すがれるのは自分だけやとかも思うしね。はぁ、あ、はぁはぁ。あともう誰も握れないじゃないですか。そうやな、知らんおっさんの手握るのもおかしいしな。知らんおっさん入ってへんやん、文明。そうか。うん。大体知ってるか。知ってるおっさんしか入ってないか。ほとんど女の先生やから、やっぱり。いやー、すごかった。もうなんか。いや、ほんでびっくりしたのが、もう名前がね、決まってるっていう、今日もうリスナーみんなスタンバイしてたと思うんですよ。考えなあかん思って。なんか言ってたね、妊娠してた時期に募集したね、勝手にね。そうなんですよ。それがもう、うん、僕も知らなかったから、そのなんかネット見たら、矢部寮やと。杉寮みたいな。いや、おかしい。じゃあ杉寮も杉良太郎さんやから。略してるだけやから。俺はもうすぐ、あ、杉寮やなって。矢部寮。あ、矢部寮。発音がおかしい。矢部寮。あ、俺、矢部寮やと思ってたから。なんか、橋流とか、杉寮みたいな、そっちやねんなぁ、思って。寮、海の寮の種類みたいやん。矢部寮。矢部寮。矢部寮か。俺が間違えてた。矢部寮っていう。杉寮みたいな、かっこいい名前つけたな。寮っていう名前、下でも寮っていう名前なんですけど、って言われて、あ、かっこいい名前ですね。下でやべりょうねって言ってやべりょうじゃやべりょうやべりょうね、これもみんなに言うといた方がいいよね。下がんねんね、一個やべやべやべりょうじゃん、やべやべりょうでしょ。うん、どうしてももう杉りょうとかは走りゅうみたいな、これラジオでもずっとそういう風に言うてきたから、なんかそっち側に勝手に取ってもって、おやべりょうか。これだ、妊娠6ヶ月ぐらい、もう決めてたんや、なんぼか。男の子ってほぼ分かった時に、すぐ本買って、ばー調べて、生命判断もして、もうこれやって決めて。でも何個かあってんやろ？何個かあった。最終、その、たかしとどれぐらい競ったの？りょうとたかしとは。たかしは、もう一度も出てきてないです。うせえ。ランクインされてないです。県外です。マジで、米。米印。米印。何やったら一番避けるよ。たかしはなかったね。やべ、りょう。もう一個ぐらい。うん、女の子やったら何しようとしてた？まだその、決めてないか、そんな時は。いや、女の子やったらやっぱ嫁が考えてたの。ああ。これ勝手に。うち、やべ家は三兄弟。男三兄弟。男の子やからな、三人とも。嫁のとこは三姉妹や。おうおうおう。だから勝手に自分らで、もう赤ちゃんを男。女って決めてたの。うんうんうん。だから、勝手に名前を分かれたの。じゃあ男考えるわ、女の子考えるね。ああ、なるほどね。うん。でもその女の子の名前言うたら、もし、そうやな。この先分からへんやん、また。そうや。な、どうなるか。そうや、また次な、女の子かも分からへんしな。
もしね、うまいことなったら。そうだったら。そうそうそう、そう、もうあんま言わん方がいいかもわからないけど。うん。偉いもんですよね、ほんまにね。いやー、すごいわ。とりあえず行く？行こうか？うん。な。まあまあ、とりあえずね、さっきね。うん。いろいろまだこの後、あれやから。はい。